ラジカルサマイディのくチャンネルです。8月の6日、金曜日です。現在12時過ぎです。僕の動画割とバイク乗っかって撮ってることが多いんですけれども、一つちょっと風切り音がですね、動画の中で耳障りだなぁと思ってたんですね。で、昨日ちょっとアイデアを浮かびまして、少し風切り音対策をしてみました。それで対策をしてですね、今日ここのカフェに来るまで、ちょっとカメラ回してみたんで、ご覧ください。どうぞ。はい、タラートバンビエンの前を通過しました。で、昨日ですね、ちょっと飲みながら DIY で、マイクをですね、風切り音、走行中にね、ビュー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 言って、すごく見づらい動画になっちゃうんで、風切り音をですね、なんとかしたいなと思ってたんですけども、まあ、もうあの手この手でですね、いろいろ試してみました。でもなかなかですね、この風切り音が出せなくて、しばらくしてたんですけども、今回、安定の効果が得られたと思います。30キロで、走行しています。このままですね、13号線を走って、風切り音の
ちょっと手持ちになっちゃってるんですけども、これを作りました。僕いつもですね、こんな感じでカメラを構えてですね、バイク動画を撮ってます。これですね、この外付けのカメラなんです、ね、カメラ、外付けのマイクがですね、どうしても風で G を拾っちゃうんですね。で、いろいろこうね、スポンジ巻いたりして、あれこれ試行錯誤したんですけども、最終的に風を直接当てなきゃいけないと思いまして、ペットボトルを切ってですね、切って貼って切って貼ってして、こんな感じでマイクをペットボトルの中に収納しました。で、これでかなり風切り音はですね、対策できたと思います。で、まあ、これからもですね、改良を加えながら、なんていうんでしょう、少しでも動画のね、クオリティを上げながら、配信していきたいと思います。バイクのね、動画多いんで、せっかくならね、いいクオリティで見ていただきたいと思うんで、こんな感じのスマホ、これでいつも撮ってます。今回の動画はですね、こんな感じで、終わらせていただきたいと思います。まだチャンネル登録いただいてない方、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。それとですね、動画のテーマなんかに、リクエストなんかありましたら、コメントを残していただければ、参考にさせていただきますので、よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。